はい、皆さん夏休み楽しんでますか？お盆でも動画投稿してる時点でゲームと編集しかやってないんやなって。そういったわけでゆっくりがお送りするバトーペ2実況動画。今回は、わしもついにあの特徴がないのが特徴なジムカスプムを手に入れたんで今回もレイトバズ班やってきます。40戦という苦行を乗り越えた者にのみ与えられる無料機。しかも今回は450コスのレベ2ですから。本当はレベ1乗りたかったけど450部屋しかなかった。このシンプルなシルエットながらフェイスのかっこよさがジムカスタムって感じだ。こういうゴテゴテしすぎずシュッとしたモデリング好き。メインはジムライフルだけどレートに持ってくと荒れるんで実質改良ハイバズ一択。ハイパーバズーカの改良型は店売りのパワードジムについてきますんで。夏休みなんで新規さんにもわかりやすい解説。格闘は威力高めの強化型さで。ガンダムと全く同じ。ただ格闘補正が低い機体なんで火力不足は心配。電撃補正が高いんでその辺で穴埋めできてるかも。サブ武器はバルカンに盾と非常にシンプル。初心者さんには癖のあるグレネードより使いやすいバルカンがいいかんね。スキルはいつもの連撃バランサに。緊急回避がレベ2にあるのが目玉。アーマーが低めなんで回避レベ2にあるのは悪くないな。対人レーダーもあるのは地味に便利。拠点周りでこれあるとかなり違うかんね。カスパは強化フレームレベ4に新型フレーム。さらに脚部走行レベ3で脚部絶対守りたいマン。アーマー低めなんで割とすぐ足折れる印象。各プロレベ4と2で格闘威力底上げ。やっぱバズ班は格闘がメインなんで火力は欲しい。あとはシャプロ1とシールド補強で穴埋め。中距離スロが多めなのが無料期間あるよね。そういったことで今週もただガチャ10連ありますんで巻きでお願いします。霊夢さんの実況次第ですけどね。はい、そういったことで花火で尺の無駄遣いしたところでみんな大好きジムクウェルカラーに塗り塗りしときましたよ。クウェル実装はよ。マップは夏にぴったりな激圧砂漠なんで初動いつもの裏回り狙って皆様にバズ格のお中元吐いたこと。今年もバズの人から届いてますよ。わしが2代目別所哲也だ。今ハムの人って松岡修造らしいですよ。マジかよ。衝撃の事実とともにケンプさんにしっかりバズ格を届して。しかしあれ剣が束になって丸大に襲いかかる。5年連続モンドセレクション最高金賞に輝いたわしに立てつくんじゃねえ。丸大の捨て間やめろ。しかし剣譜に憎しみのお中元返しされたんでここはあれっクソさんにバズ格しようとしたら格闘切り替えでタックルでちゃういつもの。そんなクソムーブを味方ジムカスさんがフォロー。あとは任せろエアリアルハムアタ。わしのエイムにハムが追いつけてない。ちょっと何言ってんのかわかんないですね。さらに後ろからイモらしきやつに狙われてわしのクウェルがもたんと気が来ている。あんなところにグフイグナイテッドが。西川くんにもハムカスプレゼント。レボリューションやねえ。450戦場でもすぐフレボリューション。夏休みなんで期待揃ってない新規さんもいますから。ラストはバルカン削りをゲルケに捕まって俺たちのお中元は終わったよ。実的に残暑見舞いですけどね。リスポンは尺の都合上カットしてからのこちらに全く気づいてないケンプに背後から威嚇射撃。威嚇の意味を理解してくれ。とどめも味方マシにかっさらわれてハイエナ失敗だぜ。あの距離でバズ当てらんない時点でお察し。だが今度は板倉正体のドムバラッジに遭遇。今日は有名人によく会うな。全部一般プレイヤーです。ハムにハム隠するもハムの肉が厚すぎてハム全然減らねえな。全部ハムで言うのやめてください。バラッジはアーマーだけは高いんで汎用で相手するとめちゃめちゃ時間かかるのがね。そして板倉正体と西川正体の夢のコラボ実現。これがインパルスレボリューション。まずは陛下有利な TM レボリューションからレボリューションしていくぞい。当然のようにバズ外してっからの生当てピンクボール。隅下の援護射撃もクウェルステップでかわしていく。それ相方の方です。体型で判断するな。ちょっとなんかケンプさん来てるんですけどガチ期待はやめてください。こっち無料期待やぞ。バラッジも星3か近畿なんすけど。ラガバズよろけからの横横
え？枚数不利なのになんで下角で寝かせなかった？わかんないです。何これ？だがここからは精神力の勝負。いや、普通に技術力のみで負けてますけど。勝負の世界は厳しいですね。霊夢さんの PS が厳しいだけです。しかし試合時間すでに半分以上過ぎてるのに未だに中央高台どちらも踏めてない接戦。だがリスポン中についに敵が A 拠点占拠。だったらわしが崖上行ってやりますよ。しかしピンポイントで盾に当てる奇跡のエイムでアレックスに逃げられる。リムカスはバズアレックスにかなり似た性能だと思う。バズの発射感覚と腕ガトであれの方が上位な感じはあるけどね。おっと、ハイネ隊にはバズ直撃で沈んでいただく。ここに奇跡体性能の差が出てきたのか。じわじわ点差引き離す有利展開。よっしゃ、あのゲルケはわしがいただく。あちょ、味方ジムカスさんいますやん。邪魔はしないでくださいね。もしほんじゃここは味方を信じて待機。なんかあったら助けに行く方向性で。おっし、味方ピンチバズカットいきます。ごめん外した。何やってんだよ、ほんまつっかい。いや、今のはポジショニング的に結構むずい位置でしたからすんませんの世界やで。だが仇はわしのバズ角でそこそこのダメージ入れときましたんで、ここは戦略的撤退ですよ。あれとバラッチのクロスファイアガトで脚部の危険が危ない。山頂取られてるんで完全にわしが敵全員に囲まれる形。あれとスグフの2機が追いかけけてくるんでまだ気は抜くな。ローリングピンク棒やリオル、これは完全に色をつかれた一種。西川くんも喜びのフィンバルダンス。しかしその間に味方が駆けつけてくれて 2on2 のエクストリーム VS オペレーションスタート。どっちがモノホンのガンダム動物園か話の決着をつけよう。ガンダムゲーは全部動物園チェック。ここでオプトンシールドが剥がされてしまう絶体絶命のピンチ。あ、これはもう無理ですね。400コスのスグフに倒されるクソ雑魚なめくじの未来です。お願い、タックルもあっけなく空振り。しかし味方支援砲撃でこれはワンチャンありますよ。さすがに相手も距離取ってるんで砲撃警戒してると思いますけどね。案の定砲撃失敗でこれはもうラスト突っ込むぞ。残りミリからのバズ M ヒットで汎用の意地見せましたね。さらに味方5号機も駆けつけて後を長いします。帰ります。残り1分なんで命大事に。全力ブースト帰宅じゃい。なんでこんな時にピンポイントで支援砲撃当たるんじゃい。攻撃アナウンス聞いてからちょっと引くの遅れた。完全に霊夢さんの判断ミス。残り40秒でどうやら北の砂さんピンチっぽいんでここはヘルプ入ります。ごめん外した。お前何しに来たんじゃい。でも味方支援砲撃でどっちも巻き込まれたから実質は死無罪ですね。罪悪感とかないんですかね。ならばこのバラッチを最後に豚バラッチにすれば丸大食品さんにも恩着せがましい感じになれるかもしれません。丸大さん見てる？見てるわけねえだろっつーのくらい。これがわしのラストハム角。相手が体力ミリでラッキーだったな。お中元は大事。バトーペの話してください。ラストはハイネ様が見てるで。ミッションオーバー、お疲れ様でした。めっちゃ見られとるやないかい。はい、そういったことで結構な接戦だったけど我々の勝利。なぜかアシストトップ取れてた不思議。ジムカスはバズ反応手本のような機体で無用機体としては過不足ない優秀さ。ただちょっと450コスになると辛いところもあるんで、レベ1の400ならありかなといった感想。夏休みでバトーペ始めたって人には悪くない性能なんでゲットできた人はお試しいただきたい。見た目もグーかっこいいんでクエルごっこしたい子さん勢にもうぬぬめ。うわ、14万円来た。14万円ではないですけどね。14万円欲しい。5000兆円未定に言うな。ということで今回も最後に1周年タダガチャの結果だけ見ていきましょう。毎週タダガチャも来週で最後ですからね。そろそろ1周年ガチャの太っ腹なところ見してくださいよ。
過去例を見ないくらいの惨敗。無用と敗へなかなかの見せ場ゼロ結果。これでは終われないですよ。ということで今週ステップアップ来てるんで初回半額だけやりますね。テトラかっちょいいからワンチャンありますよ。いやでも無制限の強襲とかは忍れないでしょ。かなり癖ありそうな機体みたいですしね。出ました。ガンバガンバ。MS コレクションとしては嬉しいけどこれ動画化は無理かもしれませんのでごめんね。そして安心と信頼のファットアンクル銀箱瓶。星に期待がいっちゃん欲しいの多いですから。うお、ついにわしの元にもアクビーガガガ。三橋家200枚は高いんで迷ってたからこれは今回一番の当たり。つうことで半額10連にしては十分すぎる内容に関係者一同大満足。この動画の関係者私と霊夢さんの二人しかいません。そして来週は1周年ラストの先行機体が来るらしいですから。つうことはゼータ以降の量産機とか来るんすかね。ベータテストであったジム3かもかも。時代的にまだ早いんでマラサイ希望。マラサイだったらステップアップ回す。ということで来週の新機体を待ちしております。